ガオ浜田山虎の子不動産です。今日はですね、セブンペイ不正利用の話ですね。普通ですね、厳格な本人確認のための2段階認証の仕組みがあるんですけども、それがない場合大きくやられましたですね。QR コードをレジで読み取る上でスマホ決済ではですね、会員登録や利用時に事業者が利用者のスマホに認証コードを送り、もう一回入力してもらうことで本人確認をする2段階認証が一般的ですね。今回起きました犯罪のセブンペイに関してはですね、 ID とパスワードを入力すればどのスマホ端末からでもログインでき、クレジットカードからのチャージ店頭の払いが可能でした。これにつけ込まれましてですね、中国籍の男2人、詐欺未遂で捕まっております。はい、今日は2段階認証の話です。失礼します。